所に言ってあんねん、うちの事務所に全然いくらでも好きなだけ枕営業するでってこのさ、塩タンパスタ食べたいな。うち塩タン絶対そんな、塩タン絶対嫌で食べられへん。絶対頼んでないってこと。この牛タン、キンタン、塩ハラミ、塩ハラミ、はいはい、生まれはロシア。あ、舞台さん。生まれはロシア。最初は関西。舞台は東京。はい。美容師キーズとマネージャーのひなちゃんです。いや、なんでな焼肉かっていうとな、もう風邪ひいててずっと。スタミナをね。そう。つけていかんと。ブラちゃんへのご褒美ってことだよね、今回の会話。ずっと引きこもってて。来るなと思うよ今の時期はね。そう、しかもテレビも小池百合子がずっとコロナコロナ言うてるしさでも GoTo とか言ったりして GoTo したらあかんとか、一番それが騒らしい時期やった。でももう俺それ見てたらさ、なんかもうコロナやと思ってさ、俺それを見てたせいで熱が上がったかもしれない。あ、その見て気持ちの問題が。もう俺気持ちでコロナやったからさ。あ、じゃあもう小池さんのせいミスです。コンソメ的にすぐ来たね。こういうのでいっぱいご飯を食べさせてお肉を食べさせへん作戦か。あ、違うんか、別に食べ放題ちゃうんか、ね、食べさせへん作戦ってどういうことやねん。あるやん、なんか食べ放題の店でさ、やったら米追加してくる、お米大丈夫ですかってすごい必死な顔で何回も来る。あ、もうお米でお腹をなんかいっぱいにさしてんの。そう、こういう時にさ、みんながビール頼んでる、みんながさビール頼んでる中さ、あ、私はウーロン茶でっていう女って合コンでいつも買っていくよな。合コンでは飲むから。あ、そうなん。そうなん。なんか最初でもそういう女って最初合コンするんかい。最初だけなウーロン茶で飲んで。乾杯しようよ。もうブルーちゃんが元気になって。おっぱい強パン。よかった。まだ昨日のお酒がさこれ残ってんのに、もう常にアルコールが入ってる状態。今もうなんていうの、循環器。アル中だよお前は循環器じゃねえよ。1本飲んでもった昨日家で。何これ、めっちゃうまそうやん。来たお肉ちゃん来た。ほらもうめちゃくちゃうまそう。熟成肉とかも含めていろいろ。日本に来て一番最初に外食に行ったのが姫路の焼肉屋さんやねん。うち初めては王将やった。王将って何？王将。あ、王将餃子か。そう、初めてなんか連れてかれて「何それ」みたいな感じやった。あ、そうなの、うん、何もエピソードないの？エピソードあるよ。なんかピラフ出てきて、でピラフの中にアサリが入ってるのを見て私が無視だと思ってたエピソードです。いいねこれ。ほらバーベキューみたいな溶き方してるわ。こういう焦げた部分。あ、これ好き。あんたおこげやからな。おいしそう。あんた私のことおこげ言うな。やったからな。まあ、何が言いたいかっていうとな、俺が今から話そうと思ったことを全部今あれちゃんがな止めてな、全部何もお話がな行き着いてないんだけどな。全然話進んでない。そうやね。俺は最初に一番最初に行った焼肉が姫路市のなんか金玉みたいなのの焼肉やったの。何それ。もうそれが日本で初めて食べに行ったもの。ほんでお父さんがやっぱ日本の食べ物とか俺不安やんか。ロシアから来てまだ6歳とか。お父さんが日本の肉を見したるって言って、ロシアって肉ってないねんな。牛肉ってあんま食べへんよな、ロシアって。そもそも牛肉。いやでもうちの地域、うちの田舎はなんていうの、豚食べないから牛肉の方だね、羊とか。いやロシアはほとんどはまああれちゃんはほらクソ田舎やからあれやけど。クソ田舎言うなこっちはほら一応 G20 が開かれるような都市なんだよ。そっちの方ではもう肉ってあんまないねんな。やっぱなんかでもボルシのなんかイメージしかないかもね。そうそうそう、ボルシの中に入ってるぐらいしかイメージがないかも。でその金玉みたいな焼肉屋さんに行った時にユッケが出てきたり、あ生で肉食べるってもうありえへんやんか。ありえなかった。そうお母さんとかもあーみたいな、それを見て生で食べるなんて、それを食べてるお父さんも見てすごい衝撃を受けて、でブラスも食べてみって言うて言って、それを見てたその金玉のおばあちゃん、おばあちゃんやねんね。金玉のおばあちゃんやめてくれる。その金玉のおばあちゃんがそんなちょっとやめて、食べやすいようにめちゃくちゃリンゴを切ってな入れてくれた。もう半分ぐらいリンゴ、そうでリンゴと卵とユッケと、それがもう衝撃的に美味しくて、私はその生の肉を食べたことが衝撃的に美味しかった経験をしたことによって、その後いろいろ挑戦することができたね。いろんな恐れずに、なんかそれはビロビロみたいなの食べたね。なんていうの、千枚、そうだね、千枚、あれも恐れてたけどやっぱ美味しかった。見て結構よく焼けてんねん。レモンにつけちゃう。あもうほら美味しそうすぎて手が震えてる。アルチューちゃうで、嘘つけ。お、ロシア女がベロチューを。うまいこれ。お肉の。これ入れた？お肉のベロがそっちの中で。なんかさ初めてねなんか分厚いベロ食べた時マジでベロチューしてる感じだった。いや食べたり。ほんでやばいね、結構いいよ、じゃあもう入れて。しかもさっきから俺に肉入れてって言っても全部レモンに入れよるからな。俺レモンしか食べへん。レモンかけてへんやん。だってレモンにレモン入れてんねん。そんなかけてへんやん。これ食べたかったのに入れたらいいやん、そこに。なんでやねん。ほらもうがっつりレモンや、もう仕方ない、これ高い肉やもんね。おいしいわ、おいしい。これもレモンやろ。これも絶対タレがもう入れるときいいや、絶対タレもうだってレモンとタレ混ざってるもん。あ、わざとやろ。私にこのレモンばっかり食べさせてこう酸っぱい顔をさせるためやろ。何のためなんそれ。いいと思う。おうまいね、本当に。今食べた肉が多分高い。これ。言った瞬間に。あ、これでも1個これが一番高い肉やで多分って言った瞬間にアレちゃんが「そう？」って言って自分の方肉あるのにもう1個入れたから何かこれロシアンですもう1つあるあるこれいやあるからねちゃんとカメラ回ってないところでなアレちゃんが俺になムラムラするって言うでもムラムラって女の人でもムラムラなんかなみたいな言うねん。まあ相談だよね。だからな、でもな、俺の友達の女の子もありがとう。俺の友達の女の子もな、確かに女の子がムラムラっておかしいよねっていう話に昔なって、30ぐらいの女の子たちやで、女の子っていうのが正しいかわからへんよね。でもその子たちの間では女子会繰り広げるときは、女のなんかムラムラなことをなんかピンキーって言ってる。ああ、聞いたことある。ピンキー聞いたことある。ある。ピンキーやし、あとセックスのことはそれは知らねえな。結構な暗号の言葉で LINE とかグループで見てたらもう明日デートやねみたいなでなんか緊急 SOS みたいな大変な事態に陥ってる。私全然ピンキーちゃうのにお注射始まりそうみたいな。どういうことやねん。翌日には興奮してないのに明日の飲み会マジ私の今日体験した極太注射の話するみたいな。いうなんかそういう極太注射って何やねん。そういう言い方。ピンキーっていう。だからあるちゃんこれからムラムラじゃなくてピンキーってな。わー。なんかこうな、これ生肉のしてるとこやからあかんねんけどさ、生肉のしてたらさ、もし生肉の菌があったら、これいい肉だから私は大丈夫だと思うけど。芸能界なんてさ、どこもかしこもみんなさ、枕営業してるわけでしょ。って言われてるって言われてる。いや俺もさ、俺事務所に言ってあんねん、うちの事務所に。全然いくらでも好きなだけ枕営業するでって。するのかよ。なんか背中にめっちゃでかいほくろがあってそこから毛が生えてるような人じゃなければ。なんかすげえこだわりだな。そのほくろが嫌なんだね。ほくろからの毛が苦手やねん。そうじゃなければ全然枕営業するからなんかしますって言ってはんねんけど、なかなか枕営業全然そんな営業の仕事入ってこうへんねん。みんなが言う割には意外と枕営業がないっていうのを言いたい。全然ないな私の枕営業。するで。だからもう最低だなお前は。なんか別にほくろから毛生えてても手間ぐらいできるわ。お前何ちゅう話やねん。そのほくろをなめろとかじゃなければ大丈夫。ほくろなめるほくろやじゃない。なんか俺ほくろにとらなあんねん。でもほくろによるんじゃない。なんかこうデコボコの下なんかすげえ分厚いこうボコって一個でっかいなんかほくろだったらちょっと嫌かもしれない。なんかイボみたいな。俺逆にキモいおっさんのほくろとかはな、なんとも思わへんねんけど、イケメンのほくろになんか嫌やねん。もう完璧に惚れ込んだとするやん。例えば惚れ込んでそれがさここにほくろとかついてたら、しかもなんか結構デカめのボコッとやる。その段階で惚れ込んでるんやったらええねんけど、なんかこう惚れ込んで完璧みたいな、こんな完璧なイケメンがみたいな、となんか例えばプールとか温泉とかに行った時に、背中とかにポンっていうのがもしあったりすると、背中にあんのが嫌な。もうめっちゃショック神様って思う。もうなんて僕のつけたってもうなかったら完璧やったのにみたいな。もっとなんかその辺のじじいに僕のつけたらええやん、その代わりに。エレナちゃんはなんかこれは無理だわっていうのはある。清潔感がない。そんな普通のこと言ってしまう動画にもなる。清潔感は当たり前。そんな清潔感がない人が好きなんだけど。バーじゃねえよ。あとなんかな、すっごいな、たまにこれはな、なんか俺はまだ一回も目撃したことないけど、風俗の人曰くな、カサカサが多分床を押しすぎかなんかやと思うねんけど、ペニスの2ぐらいの部分がだからで2やから2の部分耳の部分がなんかこう角質みたいなのが固まってて、なんていうの、角質、顎ちゃう、かかとのさ裏がさ角質になってる人にはカサカサの石みたいになってる。それがこのペニスの2の部分がなってる人がおるんだよ。どういうことそれ。見たことあるそんな。いや俺もないねん。それにはまだ巡り合ってないから。だからもうコメント欄でもしおったら教えてほしい。なんかコメント欄にそんな人いる。ちょっとどういう感じか写真送ってほしいと思う。それあったら一応それさ、なんかこう私が写真を送られてきてもなんか困っちゃうパターンだよね。あいつに来るかもしれない。そう僕固まってますよって。あとさ、おならする人の。ああ平気です。まあでも怒る。あうちもゲップとかおなら。怒る自分は。これなでもな、日本の人は。もちろん日本でもロシアでもマナー違反やねんけど、俺ロシアの男のおならってあんま聞いたことない。まああんまりそんな経験もないからあれかも思ってかもわからないけど、お家の中とかでもやっぱ日本のお父さんって平気でブンとかなんかこうやってパーとかやったりするやん。ああいうのってないねん。見たことないねん。そのほんまに多分よくないんか知らんけど、奥さんとかの前でおならしてる。男はあんまり俺見かけたことない。素晴らしい。それ素晴らしいよ。いや、わかんない、素晴らしいかどうかわからない。それはもしかしたら日本の方が心が通じ合ってて、その方が素晴らしいっていう方、だって健康としてはやっぱした方がいいからな。それどっちが素晴らしいんかわからへんけど、違うね、していいねんけど、それをわざわざそのなんか今ここに一緒にいるのにボって言う人、いやいやいや、もうそんなちょっと経ってパパって言ったらできるでしょって思っちゃうし、ちょっと気使うとか、なんか出ちゃったっていうのは全然気にならないけど、そのわざと、しかもご飯食べてる時とかってやられると本当にもう殺意が芽生える。いやいや、食べてんのにって。明らかに乾燥してない感じとか鳴らされたら困るわ。乾燥？あー、湿ってる感じ。いやいやいやみたいな。最後絶対なんか鼻水みたいなのも一緒に出てるやん、くしゃみした時の。